ナンバープレート北米のナンバープレート北米のナンバープレートではアメリカ合衆国を呼びカナダにおけるナンバープレートについて解説する自動車のナンバープレートをライセンスプレートと呼ぶ稀にライセンスタグと呼ばれることもあるアメリカ合衆国のナンバープレートは州運輸省、州道路局によって発行されるちなみに運輸省や道路局が警察組織を持つ州もある 形状は、1王1、2の長方形で、大きさは6インチ X12 インチである。日本のナンバープレートとは同一の縦横比であるが、そのうちの中板より一回り小さい。発行集の名前及び、3から7文字程度のアルファベットと数字が表記される。色、デザインは、集、特別区によって異なり、また同じ集のプレートでも自動車の発売年代によって異なることがある。 各州、特別区独自の文化、建築物、動物、自然などがデザインに組み入れられ、州の愛称や標語、近年では、州の公式サイトのアドレスなどが併記されることがある。一般のナンバープレートの他に、特別料金を支払って自分がサポートする観光地、州の行政プロジェクト、大学、特定団体、記念行事などをデザインした特殊プレート、 または限定版プレートを購入することもできる。通常、特別料金の一部が関連団体に寄付される。例1は、テキサス州の公立図書館をサポートする特殊プレートで、購入費用30ドルのうち22ドルが公立図書館の読書促進活動に寄付される仕組みになっている。消防団員やボランティアの救急救命士など、 特定の資格を持ったものが自家用車につけるための例にのような特殊プレートもある。文字や数字も追加料金を支払うことによって好きな組み合わせを選ぶことができ、近年ではハートマークなどの記号も使えるようになっている。ただし、同州内で他社がすでに使用している文字列は使用不可で放送禁止用後や不謹慎に受け取れる。 文字列は許可されない場合があるため、申し込み用紙には数件の候補を書き込めるようになっている。例3のアニメ、例4の同人、例5の馬鹿など、日本語のローマ字表記を使用する者も,もいる。なお、こういった特別な文字列のプレートは、車両ではなく、所有者に帰属するため、車両の売却、譲渡時には元の所有者が保持する。その他、一般人以外が使用するものとして、 連邦政府、州、市などが所有する公用車に付けられる公用車のナンバープレートがある。各国大使館のソロウシとワシントン DG やオタは、総領事館のある大都市などでは、霊力のような領事や外交官専用のナンバープレートが頻繁に見かけられる。カリフォルニア州では E の文字入り八角形の枠が書かれていれば公用である。連邦四軍ではプレートに番号がなく、 u s a r m y とだけ書かれ、ドアに for official use only の文字と独自の登録番号が書かれている場合もある。ナンバープレートには自動車ディーラーによる、もしくは観光地見上げや自作のフレームが装着されることも多い。また一部の州ではプレートは前後どちらか片方に付けられていればよく、空いた側のスペースに広告を入れて小遣い稼ぎをしたり、 0六のような飾りの偽プレートを装着するドライバーもいる。カナダの自動車登録制度とライセンスプレートの規定は各州及び準州の政府によって制定されている。ライセンスプレートの形状はノースウェスト準州の白マ型のもの以外はすべて縦横1、2の長方形で大きさは6インチ X12 インチである。デザイン、登録番号のフォーマット等も 各州の交通省に適定されている。登録番号は、アルファベットと数字の組み合わせで、ABC-123 などのフォーマットが使用されている場合が多いが、オンタリオ州では、現在7桁の ABCD123、ノースウェスト準州では6桁の数字などを使用している。州名、準州名の他に、州のスローガンやロゴが印刷されていることが多い。 国防省は独自のライセンスプレートを規定している。地域によっては国際障害者シンボルを使用した障害者向けライセンスプレートを発行している。これは障害者用駐車スペースに駐車できる許可証にもなっている。これ以外の州では前後ともに装着が義務付けられている。ありがとうございます。